いきなりですが、何か悩み事はありますか？悩み事ですか？はい。そうですね。睡眠が浅いのか、よく夜中に目が覚めます。夜中にトイレも行く？トイレは行ったり行かなかったです。行ったり行かなかったり。で、まあ一つ、トイレに行くっていうことも睡眠が浅くなる原因でもあるので、まあ、そこからやっていくと、トイレに行くのを防ぐために2つ方法があって、で1つは、お風呂の前におしっこに行かないこと。お風呂って水圧がかかって暖かくなるから必ずおしっこ行きたくなるよね。だからそれをお風呂の中でしない、まあ、する人もいっぱいいるんですけど、実はする人すごくたくさんいる。特に男は3分の1ぐらい、お風呂でシャワー浴びながらとかおしっこするんですよ、3人に1人はね。そう、知らなかった、はい、結構みんな子供の時にそれで癖がついて、それで絶対にしたくなるので、まあ、割と、まあ、女性でもする人は結構いるみたいなんですけども、子供とかそうだよね、プールとか、お風呂とか、はい、そうだ、そうだよね、はい、お風呂でしょ、お風呂でするよね、絶対にね、はい、絶対にするんですよ。で絶対気持ちいいので、あ、気持ちがいいので、でそれを、お風呂の中では水圧がかかるし血流も良くなっているので必ずおしっこはしたくなる。でそれを避けるためにお風呂の前に行ってると、お風呂とおしっこっていうのは条件反射的に同じ、あの要するにパブロフの犬じゃないけどベルが鳴ると唾液が出るみたいに、お風呂っていうとおしっこに行きたくなるようになってしまいます。だからお風呂の前におしっこに行くっていうのは、まあそっちの方が清潔なような気もするし、ね、おしっこしてからお風呂入った方が体がいい状態になるような気がするんで、それをずっと続けてるとどうなるかっていうと、寝る時って同じお風呂に入ると同じような状況になるじゃないですか。お風呂に入る時にあったかくなるし、はい、リラックスできるので、うんうん、そうすると実は本来は寝る時っていうのは、抗利尿ホルモンっていうバソプレッシンというものが出ておしっこを抑制するはずなんですけども、うんうん、条件反射によっておしっこに行きたくなるっていう条件反射が出るので、で寝てる間におしっこに行きたくなるっていうのが一つ、それからもう一つ原始反射って言って、子供が今赤ちゃんがお腹の中にいます。初めはすごく広いんですけども、だん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 狭くなってきて、背中に圧迫を受けると背中がムズムズするんです。で背中がムズムズするとこうやって生まれてくるわけです、自分の力で。赤ちゃんって生まれさせられるんだけど自分の力でこうやって生まれてくるんですね。でその背中が例えば横向きで寝てるよね、横向きで寝てる人たちっていうのはその原始反射が残ってると考えている。で緊張体質の人たちっていうのはほとんどの場合は背中、まあ要するにその脊椎がなんと反射っていうんですけども、一番初め正体積っていうのはギュッと縮むしかできないんですよ。イモムシと一緒でポンと刺激をしてあげると避けることもしずにただギュッと縮むだけ。それは赤ちゃんって胎児ってまあちっちゃい時ってこうぐるんとこうなんですよね、実際のところね、これが頭がこう大きくなってきて手が生えてっていう感じになってくるわけなんですけども、まだこの段階での刺激を受けてもそれキュッと縮むことしかできないから、すごく緊張体質の人たちっていうのはまだこの赤ちゃん反射が残ってる。だから背中側に何か触れられるのが嫌なので、横向きとかそれとかうつ伏せで寝るわけですよ、背中ね。であとそれはもう一つはサバイバルモードって言って横向いたりうつ伏せじゃないとすぐ逃げられない、動物でも何でも本当に安心してると両手両足を広げて赤ちゃんと同じ体勢で 寝られるっていうことですね。安心状態ですごく安心状態にいるのにまだみんな緊張状態にいるっていうのはこのガラント反射が残ってるという形になりますので、そのガラント反射っていうのを取っていくっていうワークをやっていくわけですね。それを毎日やることによってぐっすり眠れるし、もう一つは、夜間におしっこに行きたくなる、なくなる。それからもう一つは緊張がなくなるということです。緊張自体が背中にで
これ原始反射っていうんですけども、原始反射で発達が遅れてるというんじゃなくって、その反射の課題が残ってるっていうことです。よく発達障害ってよく言うんですけども、僕も発達障害の一つなんですけども、その反射が残ってるから課題が残ってるだけなので、課題は後からクリアしていけばいい。だからその背中に対してのこういうムズムズの体操をしてあげれば、ガラント反射の体操をしてあげれば、ぐっすり眠れるようになります。とにかく 筋肉の緊張を解いてあげるということをしていくということになります。はい。